んて言いますか、こう現れると言いますかね、体も心もこうなんかすごくフラットにさせてくれる、すごく大事な空間だなっていうふうに思いました。自分自身がね、そうやって空海という人物を演じること、何か特別なこう素敵なかっこよさを感じる、やはり場所だなということを思いました。横を歩いている早成がそれを耳にして、何がだ空海、いや己の心がさ、見ろよ、空海が視線を周囲の雑踏に巡らせていった、曼荼羅だな。大蔵会、金剛会と呼ばれる二系である。この二つを空海は慶賀から授けられたのである。この両部の密教は天竺インドにおいて別々に発展してきた思想である。日本国において、あるいはこの唐の国において、人々に密の教えを広めるためには、言葉も儀式も必要なものだ。人は己の足で頂まで歩んで行かねばならない。そのためにも杖も靴も食べ物も衣も、まだ頂へ向かおうとする修行者のためには必要なのだ。やはりこちらの場所の空気の特別さ、また澄んだ素敵さ、またもちろん景色、皆さん出会う人々の優しさというものをとても感じられる場所ですので、ぜひともこちらに来て、そこで何をするか、何を見るということではなく、もうそこにその空間にいるという経験、体験をしていただきたいと思います。そうすれば必ず何か素敵な余裕ある心を お持ちになって、お帰りになることができるのではないかと思います。ぜひぜひ皆さんもこの私の感じるこう幸せな時間というものをぜひ共有していただきたいと思います。